はい、はい、今海外大会あるあるなんですけど、はい、起きても配信やってるか分かんないんで、うん、ツイートを今よろしくお願いします。確かにそうだわ、日本勢が今、うん、ツイやってんで、はい、まあ、本配信の言うあのツイートでもいいですし、こちらのね日本語応援のこうツイートでもいいですし、ぜひぜひね今大会やってるよっていうことを伝えていただければと思います。このカード結構見慣れてるカードっちゃ見慣れてるカードですよね、うん、あ違う、これグループ A の試合か。そうですね、見慣れてますね。シュートン、ね、ガクトといえば日本の大会名物みたいなところまで来てますけども、まあ、ばっちり復帰阻止とかガキ狩りとかでリターンを出す力はあるとは思いますけどね。そうですね、さすがに差し合いは苦しいんじゃないかな。なんか口走ろうとしてましたけども、まあ、直近のかがり火だと、はい、あのシュートン選手が、うん、まあ、たまらずルキナを出すくらいに、結構くらいにはね、そうですね、うん、困ってたようなカードだったんですけど、戦績がガクト側に傾いてたような印象がありますけども、いきなりなんかね見えましたね。そうですね、 PK サンダー復帰をパニッシュメントレイで消していく。あれは多分狙ってたのかな。まあ、狙ってそうですね。仮に狙ってなかったとしても全然いい状況なので。そうですね、うん、あ、これはいいダメージですね。結構難しいんですよね。なんか受け身取るのってまあなんか上位勢なら取れるかなっていう印象あるんですけど、結構このダウン連決まってるのを見ると、まあ上位勢でも難しいんだろうなって、まあファイターによるでしょうね。あのネスのような落下速度の遅いファイターならと思われ、光のような落下速度の速いファイターだととっさにこう微弱な吹っ飛びであの受け身を取るっていうのはむずいんじゃないかな。あとホラー&光の特徴として2キャラを使わなきゃいけないんで、はいはいはい、そうね、運動性能の差っていうのに結構プレイヤー側も翻弄されたりはするかもしれない。そうですね、うまい。掛け狩り、ジャンプ上がりを空中へ。さすがにね、着地狩りとニュートラルはネスが非常に苦しいと思うんですけども、そうですね、まあ、さっきからあのコスモス選手、ガット選手に対して、まあ、崖狩りで結構火力を取れてるという、この崖が、まあ、今後の試合展開を占ってくるかな。下キュウに対してクエネ、距離取れば OK。 一旦ニュートラルで差し合いに戻してクエ着地狩り、ジャンプないんで、うん、この展開できつい。あ、まあ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 、ラインよりは取ってるんで最低限というところですね。まあ、このスマブラ着地狩りあるある、こうステージ内側に返さなければいい。そうですね、うん、展開維持につながる。ああ、内側回避だったんで、そう、内側回避読みの上スマッシュとかだったんですけど、ジャンプ残してましたね、コスモス。下スマ、まあ、確かにこう、なんだろう、あのネスも一回展開作ると、まあ、ターンファイター使い特有の厳しいパニッシュゲームが作れてるんで、あの一回ネスが触り合いに勝った時にダメージがこう50、60みたいな一気に入ってくんで、こうなんか触り合いあので負ける回数が仮に多かったとしても、全然こう試合展開自体はそんなに苦しそうにしてないですよね。そうですね、一回ごとのリターン差で、うん、結構五分展開取れてるのかなっていう印象ですね。まあ、じゃんけん、あのじゃんけんチョキでいうところのチョコレートとグリコみたいな差がついてる状況ですね今。やっぱ最近のホムヒカの試合展開見てると、うん、光の比率はだいぶ上がってきたなっていう。まあ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 、そうですね、あの機動力が高いファイターっていうのはこう開拓が進めば進むほど強くなる、うん、っていうのはこう引きコードでこうかわせる技が多い上にこう反撃するための足も持ってるっていうことで、まあ、自分がそのファイターに馴染めば馴染むほどゲームが進めば進むほどこう強くなっていくっていうのが高機動力のファイターだと思いますね。上野からジャンプ読みではなく内側を見てましたね。ダウン展開を見てたけどジャンプ今度はダウン、徐々に追いついてきた。 PK ファイヤー引っ掛けてこれは掴んで後ろ投げか、激戦に使わないでこの崖でできれば仕留めちゃおうみたいな。上スマッシュとか空上とかを見据えてますね。ジャンプ上がり上スマートですね、はい。まあ、2回目の崖捕まりだったんでジャンプ上がりの最後までもう無敵もあの持つことなくっていうところで、あとは捕まりっぱなしもね、あのそのままだと上スマッシュで取られちゃうよっていうところで打っていたジャンプ上がりだったんですけども、ジャンプ上がりをケアするような位置にあらかじめこの
プレスを置いていくという感じですね。これその場捕まりっぱも買ってそうだな。いい位置で待ってましたね。あのクーエヌ先置きで崖埋めしてたんですけど、あのクーエヌの着地硬直が全然ない、まあいわゆる小着地付きなのかな、多分あの2フレームの着地付きだと思うんで、即座にプロミネンスリコルトにシールドが間に合ってたっていうのがミソ。上りでクーエヌを振った時点でこうあの崖狩りの着地点っていうのを操作してるっていうのが、まあやっぱターンファイター使いならではの細かな位置調整ですよね。なるほど。崖を埋めつつも次の上スマッシュのことまで考えてっていう、うん、そうですね。このキーコンのヘックスゲーミングについて和音さん何か詳しく。ガクトさんがこの大会で日本遠征している日本全3人のうち、うん、唯一あのちゃんとした招待枠じゃなくて、はいはいはい、投票で勝ち得た枠だったんですね、うん、でそれでヘックスっていうまあガクトさんのファンの人が、うん、終了5分前くらいに2万票くらい入れて、うんね、なんかそれで覚醒したっていうのがあって、まあ、そういう経緯でヘックスゲーミングっていう、まあ、ガクトさんの配信のミームみたいなもんですね。まあ、2万票っていうと結構ね巨万の富が必要なあの投票権、シンデレラガールズ総選挙のシステムをご存知の方は、まあ、そちらを想起していただければわかると思うんですけど、まあ、お金を積むと投票権が得られるみたいなね投票制だったんで、まあ、かなりのね支援をいただいての渡航がかなったというわけで、まあ、ヘックスに捧げるゲームというわけですね彼にとっては。ジャンプないですね。さっきからコスモス選手あれですね、この崖の PK サンダーとか移動回避に対して下強とか横スマッシュを置いて、うん、袖が結構刺さってます ね、 そうですね。ちょっと頭出さずにいるとかなり難しいんで、うん、難しいっていうかほぼほぼ不可能なんじゃないかな、まあ、うん、で合わせるのがうまい、うん、まあ、ガクト選手はこう国内でね何回も何回もこう復帰を通せるのはこう PK サンダー隊あたりのタイミングずらしっていうのがすごくうまい、最大ディレイが特にうまくて、まあ、崖上がりというか崖つかまりまでを可能にしているのはそのディレイが効くからっていうところなんですけども、ま光の下強って全体フレームがめちゃくちゃ短いんで、こうディレイをかけられようがかけられまいが関係ない、振ってるだけで OK みたいなところが結構めんどくさいですね。でも隙間に今通しましたね、うまい。振ってるだけで OK じゃなさそうですね、これを見る感じだと。うまい、まあ、横スマッシュであればこうホールド時間っていうのがあるんで、こうタイミングをずらして戻ってくれば OK っていう。結構崖上がりでいろんなタクさっきから見せてるんですけど、うん、まあ、ことごとく勝ってくるんで、例えばなんか今みたいななんかサイマグ上がりとかって他のキャラにないような挙動なんですけど、うん、まあ、ちゃんとガードしてクエンで半角取ってくるんで、うん、まあ、崖上がりはちょっと悪いイメージありますね。まあ、数々のね、でもネセにとってのシュラファであるところの崖上がりと着地上がりをくぐり抜けたガクトにとってはこのくらいは OK ってところでしょう。これこそ悪いイメージですからね、はい、うん、これ見せられると今後試合展開変わりそうですね。相当変わりますね。コスモスジャンプ残してたのうまい。あ、横スマ結構半角むずいんですよねこれ、うん、まあ、リーチがあって単純にシールド硬直も優秀なんでね横今日、まあ、お箱が決まりましたけども、まあ、これが通ると心理的ダメージこそでかいんですけども、まあ、差し合いの回数はそんだけスキップしてこう太いタクとして撃墜が通ってるっていうことで、まあ、なんか今後の試合展開がまだわからないっていう、まあ、そうですね、うん、部分でもありますよね。まあ、これ通したから、うん、ようやく五分みたいな、ね、急に変わるわけじゃないっていう、うん、ただ、まあ、ガクトのメンタル的にはこう心情曲線的にはかなり上向きですよね。あとこれがあるっていうことによって、はい、そのまだ巻き返せるぞっていうメンタルにもなるんで、うん、確かに、まあ、先にリードされた後でもなんかメンタル的にはちょっと楽になる部分があるかなっていう。ディレイ回避急降下うまいっすね。コスモスもディレイ空中後ろだったと思うんですけども、それに対してさらにディレイ回避、しかも急降下を入れてるってことで位置関係逆転のニュートラルに戻って差し合い、うお攻撃上がりピケファイヤージャンプ捉えてます。これはフォトエッジしかないですけど、いやー帯当てで決め切りたかったんですけど ね、 ちょっと帯当て狙うのが早すぎたか、チェンジ起きるタイミングが遅かったかで、いやここで倒したい。いや上スマッシュは当たってくんないでしょうねっていう意識で下強で横強と総裁ネスの足硬すぎだろあのブーツ多分なんか仕込んでますね、うん、DA、 いやまあ変更完璧だが
着地は苦しい、復帰も苦しいはず。ウエスマッシュ打ってこう打ってこう、うん、さっきはねかなりウエスマッシュにこう意識されてたコスモスだと思うんですけども、あ振ってこないんだっていうところでライン詰めに移行したところだと思うんで、うん、まあ、次はウエスマッシュ。いやー美味しい、ヨーヨーですね。あーでもヨーヨーさっきもネスのヨーヨーで致命エフェクト出たんですけど、うん、あのエフェクト、あの DA 結構見た目より早く撃墜するときって大体前ダッシュに噛み合ってるときが多いんで、はい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 、まあああいうじりじりした撃墜さんときは、うん、意外と撃墜しなかったりするんですよね、うん、まあ演出詐欺がちですよね。前ダッシュに合わせちゃった時も最終段だけを内側変更して前ダッシュっていうシーンなんで、一応3段技パンパンパンみたいな、3段の2段どっちか忘れたけど技なんで、まあなかなかコスモスレベルのプレイヤーともなると変更は見せないんじゃないかなっていうところだとは思いますが、まあ DA で作った展開っていうのは結構美味しいんで、そのまま決めていました。あこれあうまい、うまい、パニシメントレイだと確定するんで、その後に受け身を仕込んでおく必要があるんですけども、レインボーダストだと確定しないからレインボーダストまで待って受け身を入れる必要があるっていうこと、よく受け身取りましたね、まあ、ご褒美と言わんばかりのストックリードが取れました。おいしい、かなり下強機能しそうですねこのカードね。ホムラの横強すら相殺してるのを見る限り、他のファイティングゲームファイターリュウとかケンとかと違って単発威力も高いっていうのがネスのこの下級の法外な部分なんで、そんなそれが総裁、これですね、うん、これでよく見るんですけど総裁という形でも生きてくるとは思いませんでしたね。グーエーわー今ちょっとベクトル、うん、内側に戻りたいっていう意思が出てましたね、はい、内側に入っちゃってたんでそのまま上方向に撃墜。 3-0 しちゃうのノリノリっすね。まあ、学徒選手は今回行った3人の日本選手の中で渡航経験が最も豊富な、最も豊富というか2人は初めてなんで、まあこの海外の土壌に慣れているタイプのプレイヤーですよね。まあ、複数人遠征した大会の中では一番今のところいい成績を毎回残しているという、うん、そう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 、海外のこうプレイヤーとの試合にかなり慣れているような印象も受けますね。特に海外のプレイスタイルを印象付けるようなこうプレイヤーであるコーラにもね、こう勝ち星を収めているというところからそれは明らかだと思いますが、スカッシュつかみ、まあ、ここで慢心しないで手堅くこのゲームはものにしていきたいところでしょうね。あと今回、うん、総当たり形式なんで、うん、まあ、一勝したところでなんかこうめちゃくちゃ急に変わる。おおおおいやー3戦目なんか早すぎて追いつかなかったっすね、うん、いやー仕込ませてましたね、うん、いやあれ最後毎回ミスってたわけじゃないから、はい、毎回どころかそう初めてやったんでこれは、まさかこの1分の1でね見てからやってくるとはって感じですねカメラ目線ですのドヤ今から決めますしかもこの技振る前から反射発生するんですよね。ああはいはいはい、そうですね、攻撃判定の持続より反射判定の持続の方が長いっていうリプレイで見るとこの段階でも反射してるから大谷さんいやお見事、魂のバットでしたね。まあ、スマッシュ技で発生も遅いっていうことで、まあ、反射の発生は早いって言ったんですけども、それでもね反射技の中では発生は遅いブレイだと思うんで、反射倍率がめちゃくちゃ高いということで、まあ、ブレゼントって斜め上方向に飛ばす技、まあ、ネスの DA と同じベクトルって言ったら分かりやすいかと思うんですけど、内側に倒すと結構早期撃墜しちゃう技なんですが、崖端で食らった場合はね外下で逃がすっていうのがすごい難しいんで、もう上撃墜しちゃうのもしょうがない、しょうがないで